今回なんですけれども、こちらの札幌黒ラベル飲んでみようと思います。この黒ラベルなんですけれども、通常の黒ラベルと違いまして、東北限定で販売している黒ラベルということです。先日盛岡に行った時に購入したんですけれども、こちらですね、札幌黒ラベルの積立東北ホップ100%。 ということで、ホップのおいしさ、爽やかさをですね、こう、生のホップ使ってるのかなぁと思うんですけれども、はい、岩手といえば、遠野んのホップが有名だと思うんですけど、これはですね、遠野んではなくて、ちょっとどこ産か忘れたんですけれども、はい、ホップの北東エースか、北東エールか、ちょっと忘れたんです、ここに隠れて。 書いてますけれどもシール剥がしてみましたそうすると北斗エースですねはい北斗エースというホップでえっ、ー、と50年以上前からこのホップ作り東北でされているということで華やかな香りが特徴に仕上がっているということですまあ実際にも飲んだんですけれどもえっ、ー、と森岡で飲んだ時にはこの 通常の黒ラベルよりもちょっとですねこの華やかさが、えー、際立ったところになってるなという風味ありました、まあ、極端にですねあの札幌の,あのフランドヴィンテージのクラシックなんかはカミ、えー、フランドさんのホップ使ってるんですけれどもそちらの方はかなりしっかりですねホップの香り すするんですけれどもこちらの場合はそこまで強くないですけれども通常のクロラベーベルよりもこう華やかな香りがしていて美味しいなという具合でしたで原材料ですけれども麦が外国製造または国内製造5%未満とホップ米コーンスターチでアルコールが5%というふうになっていますそれではこれからビール飲んでいこうと思います ビールの色ですけれどもこんな感じですねこうすっきりとした感じのカラーで黒ラベルの美味しさも出ていながら香りもですね通常のクラシ黒ラベルよりも、あのー、しっかり香ってくるなっていう雰囲気はありますでは飲んでみますうんやっぱり香りはですね少し爽やかな雰囲気出てるなという印象があります うん、えっ、ー、と味としては最初結構ですねあのさっぱりとした感じなんですけれども黒ラベル独特のあの風味と甘さが後から感じられてきてそこにですねあのこのホップの爽やかな感じが出てくるという感じの飲み口です、うん、結構すっきりとした感じもあるんですけど うん、この黒ラベルならではのコクと甘さですね。後味の甘さも出ていて、うん。美味しいです。通常の黒ラベルよりも少し爽やかさがプラスされていて、個人的にはやっぱりこっちの方がですね、好きかなっていう感じがあります。えーと、あとですね、餃子。最近餃子と黒ラベルの相性がすごくいいの。 分かりまして気に入ってるんですけれどもこのちょっと爽やかな感じが出てるのでどっちの方が餃子に合うかなというのを気になっておりましていますただ北海道でなかなかこの東北ホップ使ったクルラベル売ってないのでちょっと試しに、えー、食べてみるのは難しいんですけれども機会があったらですね餃子にも合わせてみたいなという具合です、はい、今回はこれ岩手で買ったんですけれども 東北行ったら売ってるようなので気になりましたらこの黒ラベル東北バージョンぜひですね飲んでみてください美味しかったです